クイズミスターロンリーは1982年4月17日から1987年3月24日まで毎日放送で放送された視聴者参加型のクイズ番組である毎日放送東通り企画の共同制作本校ではクイズミスターロンリーをリニューアルして放送されたクイズミスターロンリーにについても記述するこの番組はクイズに答えるのは 男性出場者のみで、女性出場者30人はクイズを出題するだけという進行方式を採用していた。男性は、女性が出題するクイズに答えて正解し続けないと、賞品と賞金がもらえなかったが、女性は、出題相手が正解を出すだけで賞品と賞金を獲得できるという女性優位のクイズ番組だった。司会は、落語家。 タレントの桂文鎮が担当。収録は当時大阪府水田市千里急にあった毎日、放送千里急放送センター内のミリカホールにて公開収録形式で行われていたダイビングクイズなどの収録もここで行われていた。もともとは関西ローカルの番組だったが、1983年10月2日から1985年9月29日までは、 t b s 系列局でも放送の全国ネット番組として放送された。このうち放送当時富士テレビ系列とのクロスネットだったテレビ山口を含む。またテレビュー福島は開局前のサービス放送期間の1983年11月27日から放送。1985年10月の改編で再度関西ローカルに降格。以後は 1987年3月に最終回を迎えるまで、火曜22時台に放送されていた。なお、全国ネット化前後の関西ローカル時代にも一部系列局では、番組販売扱いの遅れネットで放送していた。いずれも JST。5000円、1万円、2万円、3万円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円、30万円、40万円、50万円。 クイズミスターロンリーにでは若干ルールが変更された。以下にその概要を示す。ありがとうございます。